10分あれば余裕で終わるんじゃないかなって思います。チェキチェキこんにちは、表参道フラティストあやまるです。今回は時短でできる夜のヘアケアルーティンを紹介していきます。やっぱり女子って夜やること多いですよね。メイク落としたり、髪の毛乾かしたり、お肌のケアしたりとか、いろいろねやること盛りだくさんだと思うんですが、仕事が終わるのすごい遅くて、でしかもさらに次の日朝めちゃくちゃ早いとかだと、どうしてももう睡眠優先したくて、ちゃんとしっかりヘアケアまで手が回せないっていう時たくさんあるんじゃないかなと思います。特に忙しい女子というわけで、今回はそんな時間のない時にできるヘアケア術を紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、それでは早速説明していきたいと思います。まず最初にお伝えしておきたいのが、今日紹介する方法はもうどうしてもって時にやる方法なので、普段時間がある時はしっかりヘアケアやるようにしてください。今回のはもう本当に究極に時間がない時にでもできるヘアケアです。で、女子にとって夜のヘアケアで何が一番大変かっていうと、髪を乾かすことじゃないですか。特に私みたいな、ちょっと今クリップで留めちゃってるんですけど、ロングヘアの方とかはドライヤーだけで15分20分、もっと長い方はもう30分くらいかかるって方もいるんじゃないかなと思います。ぶっちゃけ次の日の朝すごい起きるの早い時って、もうそんな髪の毛乾かしてる時間あったら寝たいわって思いますよね。なので今日はもうシャンプーしません。え、大丈夫なのって思う方もいるとは思うんですが、正直シャンプーってもう絶対に毎日必ずシャンプーしなきゃいけません、もう決まってますっていうわけではないので、1日ぐらいシャンプーしなくても全然平気なんです。かといってお風呂に入れませんとかじゃないですよ。お風呂でこの頭以外の部分はしっかり洗うけれども、この髪は濡らさずにするっていうことです。ただでもやっぱり何もしないでもこのままの状態だと、当然髪の毛や頭皮には汚れが溜まっていくので、そこの洗わなくても大丈夫なところの対策を今から説明していきたいと思います。まず最初にやるのがブラッシングです。これめちゃくちゃ大事。ぶっちゃけブラッシングをすれば髪についてる汚れっていうのはある程度落とすことができます。もちろんスタイリング剤がべったりついている時とかはちゃんとシャンプーしないと落ちてくれないこともあるんですが、髪についた汚れだったりホコリはある程度ブラッシングで落とすことはできるし、例えばその日のスタイリングがもう軽くヘアオイルちょっとつけただけとか、洗い流さないトリートメントを仕上げにつけただけとか、それくらいだったらもう全然ブラッシングだけで全然大丈夫です。ただもうしっかりウェットヘアみたいな感じでオイルたっぷりつけた場合だと、オイルが酸化しちゃってちょっと匂いが気になるなっていう場合もあるので、まあそういう時、次の日にやっぱりちょっとペタつきたくないとか匂い残したくないなっていう方はちゃんとシャンプーで洗い落としてください。で、今日は私この動画を撮るためにスタイリング剤つけてなくって、洗い流せないトリートメントが軽くついてるぐらいです。で、もうクリップで留めただけなので、もうくせ毛もそのままにしてます。これが私のリアルなくせ毛。でもやっぱクリップでまとめてるとなんかある程度いい感じになる気がするけど、やっぱり私の癖も結構出てきてますね。まあ、この前髪とか見えるところは軽く刺さったアイロン通してるんですけど、もうこの辺はノータッチです。もうただクリップでキュッて止めただけ。はい、ではこれでブラッシングからやっていきたいと思います。で、私ブラッシングはいつも朝起きた時とかアレンジをする前とかのブラッシングは、このいつもよく見るブラッシング使ってるんですけど、お風呂場に置いているブラシはまた別のものを使っていて、お風呂に入る前とか汚れを落とすために使うブラッシングは別にしてます。その方が衛生的にもいいかな。で、まず汚れを落とすためにブラッシングをしていくんですが、もうこんな風に私みたいにもう自分の癖そのままで今日一日過ごしましたって方とかは絶対絡まったりしてると思うので、急に上からガッて溶かすんじゃなくて、下の方から順番にゆっくりゆっくり優しく溶かしてあげてください。一気に絡まった状態でガガガガってやっちゃうと髪の毛切れたりするし、キューティクル剥がれちゃうので、もう優しく優しく本当に髪についてるホコリを落としてあげますよ。優しくっていう気持ちでやってあげるといいかなと思います。で、こんな感じでまず毛先やって中間やって上の方までブラッシングできましたね。そしたら最後にこの頭皮の汚れも取りたいので、ちょっとマッサージ、頭をマッサージするような感じで大きくブラッシングをしてあげてください。こんな感じでね、でこの後ろの方もしっかり頭皮をマッサージするような感じで大きく大きくブラッシングをしてあげてください。こんな感じですかね。はい、こんな感じでしっかりブラッシングができました。これで髪についた汚れだったりホコリある程度落とすことができました。そうしたら次に使うのがこのドライシャンプーですね。で、ドライシャンプーなんですけど、こういう
シュッシュのパターンのやつとお水パターンのものがあるんですけど、夜やるヘアケアは私はこっちの水の方がいいかなって思います。これは本当に髪の毛がピタついてしまった時、出先でちょっと直したい時に使ってあげると髪のぺったりがなくなってサラサラになる、そして頭皮の匂いとかも消してくれるやつなんですけど、今から使うのはこっちのお水タイプです。水のいらないシャンプー、こちら無印のものです。何度か私のチャンネルでこのドライシャンプー出させてもらったんですけど、もうこれいろんな用途で使えるのでめちゃくちゃ便利です。でこのドライシャンプーは例えば震災の時とかにお風呂に入れない状況の時に使ったりもできるものなので、今みたいにもう時間がなくて髪の毛やってる暇ない、乾かしてる暇がないっていう時にもこれめちゃくちゃ使えます。頭皮の油を分解して落としてくれるし、頭皮に菌が繁殖しないための抗菌作用、そして汗の匂いも消してくれる消臭の効果もあるのでとっても便利です。でこれを髪をめくってこんな風に頭皮につけていきます。もう全体に全体にまんべんなく、髪の毛っていうよりかは頭皮につけるイメージの方がいいかなと思います。後ろとかもね、このお水タイプなので結構ちゃんと頭皮についているかついていないかっていうのは自分で感じやすいと思うので、ちょっと触ってみながら頭皮で感じながらつけてあげるといいかなと思います。はい、でその後全体についたら軽く頭皮マッサージしてあげるような感じで全体になじませてあげるといいかなと思います。でこれちょっと今濡れてる感じあるんですけど、すぐ乾いてくれる、蒸発するようになってるのですぐ乾きます。はい、こんな感じでこれである程度の頭皮の汚れと匂いの対策はできました。でここから次ドライヤーやっていきます。頭洗ってないのにドライヤーってどういうことって思ってる方もいると思いますが、たとえ頭を濡らしていなくてもお風呂に入った場合って多少なりともやっぱり蒸気だったりで髪の毛濡れてるし湿ってるんですよね。でこの首元ら辺とかって体洗うから絶対濡れてるんですよ。濡らしてないと思ってても絶対濡れてます。でその状態でですよ、寝てしまうと髪は湿気を持ったまま頭皮から出る熱でこの頭が高温多湿の状態になっちゃうんですね。この状態って一番菌が繁殖しやすい状態になるので嫌な匂いの原因になったりとか頭皮が荒れてしまう原因になります。なので頭は洗ってなくてもお風呂に入った後は必ずドライヤーで髪の水分飛ばしてください。はい、これで今水分飛ばしました。でこんな感じでドライヤーが終わったら次は髪が広がらないように洗い流さないトリートメントをつけていきます。この時はもうすでに髪が乾いている状態になるので髪に栄養を浸透させるようなミルクタイプのものより髪をコーティングして守ってくれるオイルタイプのものの方がいいんじゃないかなと思います。でオイルも少量でいいかなと思います。本当にちょっとだけ軽くコーティングするぐらいの感じですね。でこの時はスタイリング剤のオイルじゃなくって洗い流さないトリートメントのオイルタイプを使うようにしてください。こんな感じでちょっと私は今日癖が出たままなんですが、逆に今日はこれを活かしてちょっとネジネジして軽く結んで寝るっていうのもありなんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでヘアケア完了です。どうですか、これだったらもう本当に時間がない時とかでももう10分あれば余裕で終わるんじゃないかなって思います。しかもドライシャンプーめっちゃ気持ちいいですね。もう頭皮が本当にシャンプーした後みたいに爽やかな感じになってるから洗ってない感じしないし、むしろスッキリなぐらい。これは時間のない時にぜひやってほしいですね。でも毎日やるものじゃないので本当に究極に時間がない時とかにやってもらえるといいかなと思います。これだったら普段のヘアケアの半分以下の時間あればできるんじゃないでしょうか。ただね、まあさっきも言いましたし最初も言ったんですけど、大事なことなので何度も言います。これを毎日やるとさすがに髪についたもう今つけた最後の洗い流さないトリートメントのオイルとかでも毎日毎日重ねてやっちゃうとオイルが酸化してね、匂いが臭くなってしまったりとか、頭皮の状態もやっぱり良くはないと思うので、どうしてももう次の日の朝4時起きですとか5時起きです、もう今日睡眠3時間も寝れないんじゃないかみたいな本当に究極な究極な究極な時にぜひやってください。次の日の朝に余裕があるのであればしっかりとお風呂で洗っていつものようにしっかりヘアケアをやってください。はい、以上が時間のない夜のヘアケアの紹介でした。
1分でも寝る時間が惜しいっていう時はこの方法を試してみてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントもお待ちしております。そして髪に関する他にも気になることだったりお悩みがあれば、私の過去の動画500本以上の動画の中にきっと参考になるものがあるかなと思うので、こんな風に検索してみてください。そしてあやまる部屋チャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。